やれやれ。まさかこんなに早く奴らに顔を知られるとは思わなかったな。正体を悟られるのも時間の問題かもね。八千代さんだって僕の名前呼んだでしょ。お前がうかつな真似をするからじゃないか。単独行動は慎むようにって上からも再三言われてるだろ。上ですか。僕はあの人間たちの下についた覚えはないんですけどね。お前にそのつもりがあろうとなかろうとどうでもいいよ。肝心なのは連中と俺たちの利害が一致してるってことなんだから。だからこそ今日みたいにみんなを出し抜いて勝手な行動を取られると困るわけだ。別にありませんけど、僕は石田方の動きを探りに行っただけですし。そうかな。もし俺が駆けつけてなかったら、あのまま三成を殺すつもりだったんじゃない？いやですよ。奴らを殺すのは今じゃないってことぐらいわきまえてますから。僕だって先のことくらいちゃんと考えてるつもりですから。ま、三成にはこれから頑張ってもらって、全国の大名たちをどんどん巻き込んでもらわなきゃならないからね。祭りは派手な方がいい。日の本を全部巻き添えにするぐらい大きな祭りにしなくちゃね。ええ、わかってますよ。楽しいお祭りになるといいですね。遅くなって悪かった。いいえ、全然待ってませんよ。それじゃ早速向かうことにしますか。ああ。